様こんばんは、キースジャガーです。2020年9月12日土曜日17時9分です。こんばんは。今日から私は夜勤初日ですね。今から、阪神高速6号大和川線全区間と、近畿道ですね、終点の吹田まで全区間行きたいと思います。よろしくお願いします。今回の動画は、ドライブの予習105番目ぐらい、104か105ですね。私のご案内します、ドライブの予習の動画は主に西日本、近畿のエリアで、私が走ってる範囲でお伝えしております。はい、まず、4号、阪神高速4号湾岸線の三宝ジャンクションから、三宝ジャンクション降りていきます。左に行きますと三宝出口ですが、右本線と書いてる方、こっちが6号、大和川線です。三宝のインターからの合流になります。左からの合流、はい、ここから60キロ、 5% のきつい下り坂。6号大和川線はほとんど全区間がトンネル区間みたいになっております。大和川第一トンネル1164m、上がります。まあ、トンネル区間やし、阪神高速っていうこともあって60キロで走るのかなと、初めての方は思ってしまうかもしれませんが、一応80キロで、結構なスピードで走れるっていう、まあ、そういう道路です。10分ほどで松原ジャンクションまでつながります。この道路ができてすごく便利になりました。まず一つ目の出口が鉄砲出口、国道26号線住野江のあたりかな、鉄砲の出口。そして鉄砲は入り口もございます。鉄砲インター入り口が、まだちょっと先なんですけどもね。が大和川という川が流れてるんですよ。その川を橋を渡って向こう側に、川の向こうに渡りますと、住之江区になるのかな。そしてこの川の手前、こちら側はおそらく堺市かと思います。阪神高速6号大和川線できたかな、まあ、1年も経たないと思うんですけどもね、はい、いつの間にか第3トンネルになりました。大和川第3トンネル 4922m、 第2トンネルがどこだったかっていうのをちょっと見逃してます、ごめんなさい。
て、映像では分かりづらいかもしれませんが、かなり今上り坂登っておる途中です。なのでモトクルーズで走られてる方は速度を結構車が制御してくれて、もっと走っててもある程度ごまかしが効くんですけども、ご自分でアクセルコントロールで速度調整されてる方は、この6号大和川線は上り下りかなり頻繁にやってきますので、速度の出過ぎとか速度低下など、こうやって看板、黄色い看板あったんですけども、まあね、これトンネルの右の壁、左の壁見てもらうと矢印書いてるでしょ。今上り坂っていうことですね。下り坂の時は下ってるような矢印が出て、上り坂の時は上ってるようなやつが出て、で下りが終わってここから上りが始まりますよみたいな、そんなんはちょっと今みたいに矢印で表現というか教えてくれるということなんですけども、今もかなり上ってますからね、これ。まあ、映像で見る限り下ってるか上ってるかちょっとわからないかもしれませんが、はい、この左手時は出口です。時は入り口あったかな、なかったような気がするな、ちょっと黒覚えです。はい、上りがそろそろ終わって下りになるのかな、かなりきつい下りになるかと思います。これスピードの出過ぎにご注意ください。下り坂もかなりきつい下りなので、一般の乗用車の方はそんなにしんどくないかもしれませんが、これトラックの方は荷物積んでる方、特に下りは速度出過ぎるし、上りは全然上らないしみたいなことで、速度調整かなり苦労されるかと思いますが、意識的に走ってください。ちょっと10分ぐらいで走り抜けてしまう、もう短い区間なので、ちょっとこのトンネルは意識的に速度調整やってみてください。80キロの道路でね、上り坂になってるのを気づかずにずっとぼーっと走ってて、60キロとかでね、走ってる車とか結構いるんですよね。かなり迷惑になるかと思います。こうやってね、今空いてて、車台数もういないんですよ、これ。今日土曜日のもう17時16分、夕方なので、ちょっとごめんなさい、今のとこ時は入り口だったかな。土曜日の、夕方ということで、もうお仕事の車とかがほとんどいないので、今ガラガラなんですけれども、これ平日の日中ですとかなり交通量あったりして、あんまりノロノロ走るとちょっとやっぱり迷惑かかってしまうと思うので、まあね、80キロの道路、別に100キロで走りなさいとかそういうことじゃないんですよね。スピードは守って走っていただきたいんですが、ね、まあ、せいぜい80キロちょっと下回るくらいでいいんじゃないですかっていうことです。はい、奄美出口、この出口越えますと、もう6号大和川線終点まで出口ございません。松原市街に御用の方は今の奄美出口が最終ということになります。はい、このトンネルを抜けますと、もうすぐに三宅西かな、インター入り口合流がございます。で、そこで、大和川線は終わりまして、14号松原線に合流するんですよね。この6号大和川線は制限速度80キロなんですが、合流する先の、14号松原線は制限速度60キロとなっておりますので、速度を落とさないといけないのでご注意ください。はい、この左手に見えております料金所が三宅西かな、これ三宅西の料金所入り口合流。7時18分です。左側の 車線がなくなりまして、右側車線1車線だけで合流区間に向かっております。はい、ここでもう大和川線終わりですね。
この左側にあるこの2車線は、阪神高速14号松原線ということになります。電光掲示板で表示されてました大堀出口というのが、もうそろそろ14号松原線左手に大堀出口という出口あるんですが、なんか事故してるんで注意してくれみたいなことが書いてありましたね。はい、今現在この14号松原線、3車線の道路みたいに見えております。一番右と今私が走っているこの真ん中車線、これずっと走り続けますと西名阪道という道路に入りまして、奈良方面に向かう道路になります。そしてこの、大堀出口越えまして、一番左車線ですね、今から私一番左車線行きたいんですが、近畿道、阪和道、そちらの方面に行くのが一番左側車線のみからとなっております。はい、もうこれ大堀越えたあたりで左に入っておかないとすぐもう 500m ぐらいで分岐します。松原ジャンクションです。はい、見えてまいりました松原ジャンクション、一番右と真ん中車線西名阪道と道路に書いてましたね。そしてこの分岐左に取りますとまたすぐに分岐があります。 100m ほどで分岐になってます。和歌山方向に行くのが阪和道、近畿道は吹田方面です。この先合流があります。注意してください。はい、松原ジャンクションかなりややこしいんでね、合流がご注意ください。今西名阪からの合流がまずあって、そして今最終的に合流しましたのが阪和道からの合流になっております。ここから近畿道です。まず一番初めこの左手の出口、これ長吉長原の出口です。長原出口、入り口はございません。この出口越えますと次東大阪南かな、あの辺りまでちょっと出口がないのでご注意ください。次八尾は入り口しかなくて出口がないので、八尾を降りたい方は八尾に向かう方は今の長原で降りておかないと通り過ぎて東大阪まで行ってしまいますよということです。26キロポスト吹田インターがおそらく0キロポストなんですよね。この数字どんどん減ってまいります。 25.8 ですが17時22分になりました。曇り空がいいですよね。晴れてる方がね、見てる分には気持ちいいかもしれないんですが、ある程度曇っとかないと、窓ガラスに反射してちょっといろんな車内のものが映り込んでしまうので、撮影コンディション的にはこれぐらい曇ってる方がありがたいです。吹田方面行きですね。制限速度80キロ、八尾パーキング2キロ、京田辺31、ナジオ西宮ナジオ49と書いてございました。八尾のパーキング2キロは近畿道なんですが、京田辺は、第二京阪やし、西宮ナジオの49キロというのは中国道ということになります。全然別の道路です。全区間制限速度80キロ、24キロポストを超えました。八尾パーキングまで1キロ、八尾パーキングは大型トレーラーご利用できません。私の本日の車両は、大型トレーラーで、
29万8662キロ走っております。まあ29万キロ走ってるとはいえ、まだこれ新車から2年経ってないんですよね。1年半ぐらいかな。ほぼ24時間稼働してますので、まあ、運転手は24時間ねやらないで交代で乗ってるんですけども、車が走りっぱなしみたいな感じです。はい、八尾のパーキングエリア、八尾のパーキングエリアです。はい、所要時間情報、電光掲示板表示されてなかったですね。東大阪南まであと2キロです。この先、22.5 キロポストなので、20キロポストあたりに東大阪南の東大阪本線料金所、あれ八尾本線料金所やったかな、ちょっと名前がどっちやったかなというのを覚えてないんですが、本線料金所もございます。右手、対向車線ずらーっと本線までつながってますよね。これが八尾出口の渋滞です。これがかの有名な八尾出口の渋滞。まあ、平日だけかなと思ったら、こうやって土曜日の夕方でも、ね、交通量少ないよって言ってる時でもああやって渋滞してることがありますね。なので3車線あって、一番左車線、八尾出口御用の方はもう渋滞してたら並ばないと仕方がないんですけれども、まあ、八尾より先の和歌山方面行かれる方、一番左走ってると本線に出口渋滞の列が並んでて出れないという、じゃあ通れないという風になる場合もありますのでご注意ください。まあ、八尾出口が混んでる混んでないっていうのは道路情報ですとか そんなんで、ね、ラジオとかでもよく言ってますけれどもね、料金所です。八尾出口から1キロ渋滞とかいうのは、はい、目の前見えてまいりました、東大阪南出口、ETC の、ブルーの看板見えてるんですが、5つ見えてるかと思いますが、一番左の2つに関してはあれはもう出口に行く用の ETC やと思っておいてください。こちら右側3つあります。こっちは本線行く方やと思っておいてください。まあ、仕切りはないんですがね。はい、八尾本線料金所、料金所の名前は八尾本線料金所でした。東大阪南出口は左に行ってください。近畿道吹田方面は、右です。今の分岐地点で 20.3 キロポスト、ここで 20.2 キロポスト、17時27分。はい、ここから20キロポスト、ちょうど20キロの看板のあたりから東大阪市に入りました。吹田方面行き、制限速度80キロです。片側3車線、この状態はね、摂津のあたりまで続くかと思います。摂津まで行かんか、角場ぐらいかな。およそ2キロ先、分岐を右方向で、1回2車線になって、もう1回3車線になって、もう1回2車線になるかと思います。阪神高速東大阪線から の合流がございます。阪神高速東大阪線利用の方は、一
番左車線から、東大阪ジャンクション入っていってください。ジャンクションです。 17.4 キロポスト、17時29分 17.3。 はい、上に見えておりますのが阪神高速13号東大阪線です。左に見えております料金所、これ13号東大阪線からの、合流の料金所です。この先合流があります、注意してください。平日の日中はもうこの辺大渋滞してるかと思いますが、今土曜日の夕方ということでこれぐらいガラガラです。 16.3 キロポスト、17時30分になりました。電光掲示板の渋滞情報も全く何もついておりません。ガラガラです。16キロポスト、大東鶴見まであと2キロの看板出てまいりました。この看板越えてもうそろそろでしょうか。東大阪北という入り口合流がもう間もなくあるかと思います。あ、見えてきました、料金所が見えてきましたね。東大阪北は出口がないんですよ。先ほどの八尾本線料金所のところで東大阪南というのを降りていただかないと、東大阪北は入り口はあるんですが出口がございません。東大阪南を越えますと大東鶴見まで出口がないのでご注意ください。左手に見えておるのが東大阪北、入り口の料金所です。この先合流があります、注意してください。 14.7 キロ、 14.6、14.5 キロポストあたりで東大阪北入り口との合流がございます。17時31分はい、これ越えますともうすぐです。500メーターほどで左手に大東鶴見出口、大東鶴見も入り口ございません。で出口のみです。特に午前中とかよく混むんですよね、大東鶴見出口は。もう大東鶴見出口もうずらーっと渋滞してしまって、先ほどの東大阪ジャンクションまでつながってるとか、ね、何キロにもわたって渋滞というのはもう日常茶飯事ですね。はい、大東鶴見、出口を越えました。ちょっとキロポスト読むの忘れたんですが、今 13.4 なので13キロポストあたりに大東鶴見出口かと思います。そしてこの一番左車線、京都方面と道路に書いてございます。そちら行きますと第二京阪という道路です。ここが門真ジャンクション、門真ジャンクション、13キロポストか、ごめんなさい、大東鶴見がそしたら 13.8 キロポストぐらいかなだと思います。大東鶴見出口が 13.8 ぐらいで、13キロポストあたりに門真ジャンクションで第二京阪への分岐がございました。17時33分近畿道 全区間制限速度80キロかと思います。注意してください。ちょっと茨城を越えて水田インターのすぐ手前のあたりはちょっと狭くなってるんで、あのあたり50キロとか50 60キロやったかもしれません。ちょっとうろ覚えです。はい、左からの合流は第二京阪からの合流でした。12キロポスト、17時33分
京阪の、合流があって、まあもうほどなくですね、前方に左から合流見えてまいります。これが門間入り口です。門間は入り口はございますが、出口ございません。ご注意ください。この先、合流があります。注意してください。門間のこの辺りにあのご用の方は、出口がないんですよね。なので先ほどの大東鶴見で降りられるのがよろしいかと思います。はい、門間インター入り口合流、キロポスト11キロポストあたりですね。17時34分、名神の入り口まで10キロ、中国道の入り口まで11キロと書いてございます。なければあと10分ぐらいであの終わりになります。近畿道の終点、まあ0キロポイントですね、およそ2キロ先、分岐を右方向です。 10.3 キロポスト 10.2、 吹田の方に向かってどんどん減ってまいります。に見えておりましたモノレールの駅は、門間市駅ですね。門間市駅、まあ、この辺りから大阪空港までずっとあのモノレールが抵抗するような感じで走ってるかと思います。はい、ここから森口市ですね。9キロポスト、はい、前方看板見えてまいりました。500メーター先に森口ジャンクションがございます。森口ジャンクションは阪神高速12号森口線で、大阪環状線向きですね。大阪市内向きっていうことになります。12号森口線はこの森口で終点、ここで終点なので大阪市内方向のみとなっております。森口ジャンクション8.3 キロポスト17時36分、この先合流があります。注意してください。阪神高速12号森口線からの合流となっております。この合流が 7.8 キロポスト17時37分。森口市終わりまして摂津市に入りました。吹田ジャンクションまであと7キロと書いてますね。目的地まで5キロメートルです。もう間もなくです。前方に入り口合流がございます。この入り口合流は、摂津南かな、摂津南入り口です。摂津南も入り口はあるんですが出口がございません。この先合流があります。7キロポスト。摂津南の合流が、6.7 キロポストあたりで摂津南からの合流になります。速度80キロなんですが、あの私の会社のルールとして制限速度76キロ以上出せないので、ちょっとノロノロ走られて迷惑なんですが、抜くわけにいかないんですよね。抜きに行くと多分並んだ時点でアクセル踏まれてしまっても追い越しが成立しないってことになるかなと思います。はい、
摂津北出口ですね。近畿道吹田方面摂津北出口が最後の出口となります。この先、吹田までもう出口ございません。で、入り口もさっきの摂津南が最後の入り口となっております。この先だからもう入り口も出口もございません。吹田までも平和な感じですね。はい、摂津北出口、この右側の対向車線もすごい渋滞してますね。動いてないですね、ほとんど。摂津北出口、何キロ、 4.5 キロポスト、17時40分になりました。摂津北出口、この道路を挟んで左手が摂津市、右手が茨城市ですね。茨城市か。はい、住所的にもここからも茨城市に入ったようです。吹田出口と中国道の、中国吹田インターの入り口、そして、名神高速の吹田インターと、この3つに分岐します。看板に書いてるかと思います。あと2キロほどでまっすぐ行くと、一番右車線に見てくださいよ。まっすぐ行くと中国道、そして今走っている私のこの車線、この車線をまっすぐ行きますと吹田出口で、この車線から左に分岐登っていきますと名神高速吹田インターとなっております。中国道に行こうと思っている人がこの左車線にいて、看板見て、あ、右に行かないといかんわって言って、ここで急に車線変更しようとしても、まあ、混んでる時間帯だとなかなかスムーズに行かないということもあったりとかして、まあ、そういうのでちょっとごちゃごちゃするんですよね。まあ、その逆が多いかな。追い越ししようと思って右からずっと来てて、あ、名神高速行くのにとかで、左に入りたいわということで右から無理やり割り込んできたりとか、およそ1キロ先、そういうのが多いかな。左方向です。続いて斜め左方向です。はい、もう間もなく終点になります。今現在 1.2 キロポスト、1.1 キロポスト、あと1キロほどで近畿道終点となります。はい、1キロポスト、17時43分、まもなく分岐を左方向です。右車線は中国道、左車線、私が走ってる方が、吹田出口と名神高速吹田インターです。吹田市に入ります。はい、この分岐した後、右手出口と書いてるのが吹田出口、この名神と書いてる こちらが名神高速吹田インターとなっております。この先合流があります。注意してください。その先料金所です。吹田インターもかなり利用者が多くてですね、この料金所
よく安全確認されてから車線変更などされてください。結構車多いので、ね、危ないんですよ。はい、名神高速名神吹田インターです。料金所を越えて右手が京都方面、左手が西宮方面、そんな分岐となっております。はい、では私の動画はこの辺で終わります。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。17時44分です。